おはようございます。奈良サポーティービーホーム開幕戦当日でございます。ちょっとね、あいにくの雨なんで、まあ早く止んでほしいなといったところなんですけど、ボランティアの皆さんもね、朝からしっかりと用意もしていただいて、サポーターもちょっと集まってきました。まあ雨なんでね、屋根のあるところで挑もうかなと思ってはいるんですけれども、ここもね、中に入れるみたいなんで、あれあれこれ昨日練習する、パルさん、パルさん、パルさん、おはよう、おはよう、お、あれ帰らへんかったん、もうあれで9時半ナラクラブナラクラブ、え、練習してました、帰ったでしょ、ごめん、寝てた、寝てへんでしょ、死にますよ、こんなところでやったごめん、寒い、寒いっすよ、寒い、いや、風邪ひくから、一回帰る、一回帰る、いや帰ったらあかん、ごめん、もう9時半なんでマックとかも張り出してやらなあかんので、いけます、あ、一回帰るわ、いや一回帰ったらあかんて、一回帰ったらあかんて、まあもうほんま勝って、いや、もうちょっと分からへんけど、とりあえずね、用意していきたいと思います。リーダーも到着して、今からマックの方ね、みんなやっていきたいと思います。いやー、やみましたね、快晴、ま、厳密に言えばな厳密に言えば、うん、やんでは今、やんで、いやもうね、今日はいろんな人が集まってくるだろうなと思ってね、もうね、やろう、家元家元、家元もうね、家元映ってますよ、もうね、どう突っ込んでいいかわからない感じで、 雨あんまり映さんようにしようって今思ったんですけど、もうね、だからこれ新しいサポーターズスタイル、シーンは何かっていうどっからやっぱありますよね、新しいサポーターズスタイル、うん、まあちょっと用意していきましょうか、okay、 はい、お願いします、はい、もうね、会場前になってきましたが、はい、皆さん、ボランティアの人たちもしっかりと用意もされてるみたいで、ここちょうど総合案内でチケットが売ってると思うんですけどね、そうです、見てみたいと思いますけど、はい、もうボランティアの皆さんが頑張ってくれてありがとうございます、はい、どうですか、いらっしゃいませ、はい、おはようございます、シーズンチケット、ちょうど僕まだ実は買ってなかったんで、今日買おうかなと思ってるんですけど、お願いします、実際の実物ってどんなんですか、あ、実物、これです、お、すごいすごい、これって綴りになってるんですか、これ、そうなんです、何枚つ、あ、15枚綴り、はいはい、1万1000円です、こういう感じで、あー、なるほどなるほど、はいはいはい、こうね、チケット集みたいな感じになって、はいはいはい、で、これをそれぞれ1社ずつちぎっていくと、はい、かなりお得です、これなんか知らなかったんですけど、その日のチケットっていうわけじゃなくて、うん、それを持ってたら、その皆さん使えるんですよね、はい、大丈夫です、だから15万やから15人で1試合使うってこともできるんですよね、 OK です、で、終わりやすと、なるほど、ぜひ宣伝集、もうすぐすごいです、宣伝してください、うん、バンバン宣伝してください、はい、シーズンチケット、はい、1万2000円と大変お安くなってますありがとうございます、で、あれですね、先週ちょうど鹿児島で言ってた、はい、当日券、当日券、向こうで素晴らしいねって言ってたんですよ、いや、これ、いや、これね、びっくりしたんですよ、これ買った、すっげえクオリティ絶対鹿児島買った勝ちましたね、知らん、まあ、勝手に言ったらあかんですけど、うん、これでもね、負けないくらいのいいクオリティ、試合には負けたがね、チケットのクオリティは勝った、はい、すごいクオリティを買ったよ、出してますよね、うん、これぜひ、よかったらアウェイの皆さんには、うん、はい、当日券に来て、ここのブースに来ていただければ、はい、当日券売ってますんで、よかったらここでちょっと見て、これ0001、あ、これ誰がこれね、000、待って、なんか当たるんちゃいますか、これ俺が鹿児島はあれ当たったら何でしたっけ、え、鹿児島西郷隆盛、最後、そうそう、西郷隆盛なれるみたいな、奈良は何なんですかね、奈良、いや、うん、奈良な、でもこれ1番買うと誰やろそうですね、俺ちなみに粗品ナンバーも4番やそうす、ね、俺が4番っていうことは1番誰やねん、中確かに、うん、じゃあこれはちょっとチケットって大事なんでね、はい、思い出にも残るんで、ぜひ皆さんの当日券やシーズンチケットここでお買い求めください、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、それでは、準備中のところの、外のブースのところ、あ、ざます、イエイって感じ、すごい、これなんですか、ね、すごい、もう今回これ、はい、スポンサーのグッドライフ OS さんが、独自に作ってくださった応援プロジェクト、素晴らしい、サポーター T シャツということで、はい、はい、ありがとうございます、これはすごい、すごい、ありきたりなテレビのイエーイを思ってたんで、はい、イエーイを言っちゃうの、はい、これはもう言っちゃうんで、そういうこと、はい、ね、テレビ言っちゃう、撮ってますこれね、いや、ほんでこれなんかあれなんですね、社長、はい、グッドライフボイスの、はい、社長の大津さんです、ありがとうございます、お願いします、あれですよね、はい、やべっちとは GM とは同級生、幼馴染みです、幼馴染みです、はい、
で、今日はこの T シャツに缶バッジがついてくる。はいはいはい、そうですね、はい、頑張って、これです、限定です、限定、これが開幕限定版、これが開幕戦限定版の缶バッジになって、今日しか今日はあの配りません。で、毎試合ホームゲームでデザインを毎回変えてですね、これまたお金使わせる、喜んだこと、喜んだことしてくれる、コレクターに集めてもらおうと思いまして、そうですね、準備してますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。 T シャツは今日だけですか？ T シャツは売り切れるまで、あ、売り切れるまで、はい、T シャツ売り切れるまでっていうことなんです。早く売り切らせましょう、はいはい、次のホームゲームにはもうないかもしれないですね。ありますね、もうそういうことで、はい、はい、じゃあ皆さん今日は応援よろしくお願いします。ありがとうございます。グッドライフボイスさんでした。はい、さあ、はい、外にはね、奈良トヨペットさんのブースもあります。おはようございます。おはようございます。車の方も、あ、来てますね。はい、ということで奈良トヨペットさんのブース来てあります。ありがとうございます。もう試乗されたんですか？いや、もうね、リーダーちょっとすごいいいよ、これ。ほんまですか？うん、これエスクワイアって言って、はいはい、新しいトヨタの車です。ミニバン、いやいや、もう、はい、これめちゃくちゃ広いのよ、っていうか高級感がある。よっ、すごいですね。もうこれね、あの奈良モーターショーみたいになってきますよ。これいい、いいよこれ、はい、これね、すごいのが、はい、やっぱりね、これ座面が低いからこうね、スッと乗りて、はい、うわっ、スッと降りてちゃう。あ、そんなに、そう、いくよ、はい、スッと入ってスッと降りれる。あ、これすごい、これはすごい。ちょっとね、後ろ来てください。はい、一回こっち閉めときますね。閉めときますね。はい、これね、すごいのがこれ、はい、このね、これシートもせんけど、めちゃくちゃ低いから、はいはいはい、こうもうスッと荷物詰めちゃう。スッと、ね、あ、荷物が？荷物がこうスッと詰めて、ね、これすっごい低いですね。いや、ほんまですね。めっちゃ低いですね、これ。なるほど。まあ僕もトヨタのミニバン乗ってますけど、うん、まだもうちょっと高いから、はい、荷物とか積むときに、うん、ちょっとこう上げなあかんのが、はいはい、ですけど、これ女性に優しい。特にね、僕たち荷物も多いですから。はい、そう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 。はい、これいいですね。これいいですね、はい、しかもこのシートが見てください、ワンタッチね、ワンタッチ。これこっちももう一回行きましょうか、はい、これ行きますよ、はい、はい、よっとほら、もうこれ、そしてこの通りラゲッジスペースも超広々いいな、これもう下手なリポーターよりめちゃめちゃうまいよ。これいい、ね、車のリポート、いや、もう車のリポート一番やりたかった、はい、ありがとうございます。次こっち、これね、この運転席、はい、いい感じです、はい、何しろ高級感がある、高級感が、はい、ね、これおいくらぐらいですか？280万。安い。あのね、セレナとか買うんやったら絶対こっちですね。これハイブリッドじゃないですね。これはガソリンです。ガソリンエンジン、ガソリン、すごい。まあそんなこんなでですね、車買うならぜひ奈良トヨペットさんで、奈良トヨペットさんで、奈良クラブお願いいたします。奈良クラブと奈良ペットさん、はい、トヨペットさんよろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます。トヨタのエスクワイアでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そのエスクワイアなんですけど、はい、もうね、一回ね、切ったんですよ、これ切ったんですけど、これちゃんと顔取ってへんでっていうのが、はい、かっこいいね、このグリル、かっこいい顔が、はい、これあのディーラーオプションのエアロになるんで、はいはい、ちょっとね、あの 別ですけど、顔がかっこいい、ノアよりボクシーよりやっぱりエスクワイア、エスクワイア、エスクワイア覚えてください、エスクワイア、覚えます。これで大丈夫そうですか？もう、まだ免許取ったら、お前免許取ったらエスクワイア、うるさいな。はい、ね、ありがとうございます。ということで、はい、はい、以上、奈良トヨペットさんブースでした。ありがとうございます。こちらですね、決起集会前にライブを行うんですけれども、アナウンサー親子のリハが続いてます。どうですか？完璧です。完璧ですか？はい。で、今日はハーフタイムで高級星歌っていただく陽介くんです。完璧です。完璧です。ありがとうございます。お願いします。あの、僕同い年なんで、はい、あのピッチの横で歌っていただいて、僕らはね、スタンドしか盛り上げるように頑張っていきたいと思います。じゃあまたあのこの後、テイク集会に向けて準備していきたいと思います。はい、ハーフタイム1対1落ちました。
介くんのね、今ちょっとライブ始まってましたけど、どうすか、フルートライブやばいです、フルートライブやばいと。まあまあまあ、おそらく JFL やからどこも強いけど、ちょっとまあ俺らも最初硬かったよね、うん、まあちょっとスタートも硬かったね。まあね、まあいけるって気がする、いける気がする。でここでまだね、勝つよって言ったらね、最後やられたから言わないよ。俺もうちょっと酔った方が、あ、いやいい、あのね、やっぱね、主な、やっぱ丘から見えるね。あれね、一人見てんねん、一人見てるんすよ、丘から一人ずっと見てるんですよ、うん、一緒に応援してもらおうと思います。頑張りますよ。多分奈良クラブサポーターと思う。よし、入れよっちゅう。入れよっちゅう。ミサ違う、ミサじゃない、ミサじゃない。よっしゃ、盛り上がっていきましょう。よっしゃ、絶対 OK、 勝つぞ。勝ったよ。やっぱこの池で勝たんとな、もう市原とか緊張とか長かったもん。アスパ五色とか、ね、アスパ五色五色も行き過ぎ、うん、まあ、奈良でやらんと思わすわ。ないな、もうこっからでやるぞ。お疲れ様でした。お疲れです。今日の試合大逆転でしたがどうですか。まあほんまに勝つと思ってたんで、スタンドはもう押すしかなかった。いやほんまにそれだけです。まあ、次は静岡でホンダロック、うん、去年のホンダロックじゃ、ホンダ FC、うん、去年の優勝チームですよ。いやもうさっきも淳と喋ってたけど、もうそれ勝ったら絶対乗れるんで、もうちょっと俺らももうホンダには絶対勝ってもう乗っていこう。あとはエースが決めればいいですね。エース決めてほしい。エースが決めればいい。エースまだ決めてないからね。ああ、エースが決まればほんまに俺らももうもっともっと盛り上がると思う。エース頑張ってください。エース、ああ、エース、すいません。そう、え、え、エース、え、あれ、ちょっと待って、おいおい、ちょっと待って、エース、そんなわけが、あれ、俺だよー。エース、頑張ります。頼ます、逆行、逆行、逆行、頑張ります。頼ません。オッケー。間違いない、間違いないよ。ということでインタビュアーはセリーヌでした。オッケー。はい、お疲れです。お疲れでした。勝ちましたね。いや、ね、先週の逆を見るような形で勝てたんで本当に良かった。まあ、あのスタンドの雰囲気も良かったしね。いや本当ですね。うん、まあ先に先週、先週めちゃめちゃ元気なかったのに。漫画か。もうね、あんな喜び方現代であんましないです。近代の喜び。近代ね。20世紀初頭の喜び方ですね。まああの選手もね、やっとちょっといい雰囲気、まあいい雰囲気は作ってはくれてますけど、やっぱ勝つことによって自信も持ってくれたと思いますし、あとまあ今日ねスポンサーの皆さんもやっぱいっぱいたくさん来てくれて、いろんなね、あのグッドライオーエーさんもそうですし、丸さんもねずっと来てくれてますけど、やっぱりあのテペットさんもね、そうね、完璧な、うん、やっぱ俺完璧な試乗、車のレプレビュー、うん、ないよ、あれなんかできへんから、あれが一番尺、うんうんうん、これ今何ですか、それ撮ってるの。奈良サポ、奈良サポ、奈良サポで、奈良サポの、奈良サポの写真も上がるみたいなんで、また写真の、あの奈良サポの、あの媒体の方もお願いします。はい、はい、紙媒体の取材を撮ってるっていうとこを動画で流してます。はい、はい、はい、お願いします。クロスメディアでやっていきます。クロスメディアでやっていきます。はい、はい、はい、あのこれもちゃんとカメラも入れて撮ってください。撮りました、撮りました、もうあ、ほな、ほんじゃあ、すぐね、そうですか。まあ、あの、次ね、来週は、ホンダです。チャンピオンチーム。はい。で、再来週はまたホーム、うん、カシリクで、やりますんで、カシリクは特に大阪なんで、今年も、やっぱり、勝つのは、奈良クラブと。奈良クラブ。行きたいのでね、
もう今年も大阪には全くね、もう隙を与えず、そうですね、うん、まあ、さっきも淳と話してて、うん、もう来週も勝つ気満々なんで、うん、来週勝ったらほんまにチーム乗れると思いますので、うんうん、しっかりホンダに勝って、はいはい、チャンピオンチームに勝つってことはもうチーム乗っていけると思います。確かに、うん、はい、やりましょう。じゃあ最後は喜びの映像で終わりたいと思います。はい、近代的な嬉しそう、嬉しそうということで、じゃあお疲れ様でした。またまたお願いします。ダラサポ TV でした。